こんにちは。じゃあ今日はこの動画で、この行こうと思っています。それから行くつもりです。行く予定です。これについて説明します。はい、それで最初に、ここに下に書きましたけれど、この意思がある。この意思があるというこの言葉を少し説明。これちょっと難しいんですが、頑張って説明しますので、聞いてください。はい、この意思があるというのは、大体このなんかしたいと思うと大体同じ意味です。で、何か私がしたいです。だから私はこれをアクティブにこのことをします。例えばね、これ新しいスマホを買おうと思っています。これは私は新しいスマホを買いたいです。だから私はアクティブに店に行って新しいスマホを買います。あるいはインターネットで注文して新しいスマホを買います。私はアクティブに行動します。行動ってのはアクションですね。アクション。はい。これがこの意思があるということの意味です。何かをしたいです。そしてそのことをアクティブにします。これが意思があるという意味ですね。はい。でね、これを見てください。これ。このスマホをなくしてしまいました。で、これは、このなくします。スマホをなくしますと、これ、なくしたくないですよね。なくしたくない。だけど、なくしてしまいました。これは、アクティブになくすじゃないですね。アクティブになくすではありませんね。これはパッシブなんですね。はい。だから、この手しまいましたっていうのは、この意思がないです。意思がない。意思がない時の言い方です。で、意思がないけど、何かをした。で、そして残念という意味ですね、これね。はい、これがこの意思があるということの意味です。はい、じゃあこの例文見ていきましょう。はい、最初にプラハに行こうと思っています。それからプラハに行くつもりです。これ大体同じ意味ですが、これ両方とも意思があります。私はプラハに行きたいです。そしてアクティブにプラハに行きます。これがプラハに行くつもりです。または行こうと思っています。はい。でね、このつもりですは、ここがネガティブでも OK です。例えばプラハに行かないつもりです。で、これはね、ちょっとこれアクティブだけど、この動作はネガティブなので、アクティブってなんだろうっていうことなんですけど、例えばね、こうプラハじゃなくて会社にしましょうか。会社。で、会社は毎日会社に行きますよね。会社に毎日行きます。で、会社に、これが普通です。普通、毎日会社に行きます。だから、その会社に行かないというのは普通じゃないですね。普通じゃない。だから何かそこに理由があります。そこに私は今日会社に行かない。いつもと普通と違うことをするというところがなんかその意思があるんですよ。例えば今日頭が痛いから会社に行かないつもりです。子供がなんか病気だから行かないつもりです。で、その行かないということを私がアクティブに決めているんですね。はい、それがこの行かないつもりです。なんです。はい、だからこれはアクションがありませんが、この行かないということを、行かないことを決めている、これはアクティブな決定なんですね。アクティブなデシジョンです。はい、だからこのつもりです。なんですね。はい、それに対してこの予定です。これは、その前に、行こうと思っていますと行くつもりです。これ大体同じですが、このつもりですは、ここがネガティブでも OK です。それが違いますね。はい、じゃあ次、この予定です。これはね、意思は、ありません。意思はありません。単なるプランです。で、明日プラハに行く予定です。これは明日プラハに行くプラン、プランがありますという意味です。だから、例えばこれですね。会議は3時に始まる予定です。これは OK です。ここが、人じゃなくてもいいです。人じゃなくてもいいです。で、会議はこれ、ものというかことですから、これ意思はありませんよね。会議がアクティブになんか始まるってことはないですね。はい。だから、この会議の時は、ここが会議とかものの時は、これ予定です。例えばね、これ、会議は3時に始まろうと思っています。これはダメです。会議は、会議が始まりたいと思う。これはありませんから。だってみんな人が集まって会議を始めるんですから、会議が自分で始まりたいってことはないですよね。
はい、だから会議は3時に始まろうと思ってます。これ NG です。ダメです。同じ理由で会議は3時に始まるつもりです。これもダメです。はい、ということでこの予定ですはプランがありますというのと同じ意味です。はい、ということでこの動画ではこの行こうと思っています、行くつもりです、そして行く予定です、これについて簡単に説明しました。はい、じゃあ今日の動画はこれで全部です。最後まで見てくれてありがとうございました。